原宿通り裏原宿は東京都渋谷区神宮前からアパレル関連業者が集まる道区千田谷に至る原宿周辺界隈の服飾用品店が集まっている一帯の中で特に表参道中心よりの原宿通りや渋谷川湯歩道の南北に伸びたエリア周辺を指す通称は裏原、裏原 JR 山手線原宿駅から見て明治通りより先にあり 駅前の竹下通りよりも若者向けの店の進出が遅く後から発展したことから裏原宿と呼ばれている。裏原宿の若者向けショップの先駆けは1993年にファッションブランドグッドイナフの藤原博史、エベーシングエープの2号、アンダーカバーの高橋立がオープンしたノーウェアと言われている。また、このような若者向けショップから発展したファッションブランドは 裏、原系と呼ばれている。道が入り組んで少々不便であることから、テナント等の賃料が安く設定されており、竹下通りでは賃料が高く自分の店を出店できない若者が集中したことが、裏原宿形成のきっかけとなった。裏、原系、ファッションブランドの例名記においては、店舗がファッション雑誌の地図に載ることもなく、どこに店舗があるのかは、裏、 原宿を歩いてみなければわからなかった。裏、原系、ファッションブランド商品の値段は T シャツ等でも極めて高価なものが多く、レアなものはさらに価格が高騰してに入れるのに、難航したものも存在した。2005年撮影店舗には、看板がない場合や地下に店舗を構えている場合も多く、外見上から店舗と判断できないこともある。また、出入り口が複数ある店舗が多い。 店内では、店員と購買客との区別がつけにくく、積極的な売り口上も見られないことがある。テレビ番組等は1980年代から1990年代にかけて、竹下通りの裏道にあたる、ブラームスの象形を、竹下通りの喧騒とは、打って変わって、静かなところにおしゃれなカフェやレストランがあるといった事例を取り上げ、裏原宿として紹介していた。一部では、 表参道を裏原宿として紹介することもあった。ありがとうございます。